ういよしよしよしよ。今からみんなでマックを食べに行きます。しゃお見事お見事。はい、夜マック夜マックしよう。シンプル。今もう12時半なんで、ね、夜マックやね夜やねまあなんせ深夜なんでね、空いてるマックが近くにないで調べたんですけど、まあ、ここから歩いてまあ大体まあ多く見積もって30分。30多くね、そうダラ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 歩いてね。30歩き往復1時間、まあ、ダラ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 歩いてね。ほら空気抜けちゃったしぼんでった、隅しぼんでった。でまあマックを食べたらさ、食べるのってそのやっぱ罪じゃん。はい、まあそらな、罪にやっぱ罰がつきものだから。ええー、そのやっぱ1時間歩くっていう罰が、罰先罰罪を犯さなかったら罰もないよ深いね深いね全然単純な話、全然浅いよということで、じゃあ、じゃあこっちだね。あ、そうなんや。どうしてくれんの俺。にょーんって伸びたらな。これなくすかこれじゃあ今回の企画お願いします。遠くのマックに行くぜ。おお、渋初めてのあれだ、ま、街ブラだ。街ブラだよ夜街は初めての峠。あれ以来、前回のマック以来俺らマックしか通りせえへんねすごい数の自販機です。じゃあそれではあの見ていきましょう。弱いってドクターペッパー知ってるって俺らが一紹介せんでもコーラより体に悪いけど。そうなん、何がドクターなんだって。早いこやんただでさえ遠いのに、ね、ドクターが一番体に悪い。これいかん、医者をね見る医者がいないってことですね。何言ってんねこいつら。何なんつった最後。これでもバレたりすんのか。あ、うまくモザイク入れてもらうしかないよ。よしよし、もう全モザイクだけ逆に。なるほどな、字幕だけついてる全モザイク。俺らにもモザイクかかってる。そう、もう俺らにもそう楽しいなあ。あんまいらんなマック。え、腹何分ぐらい。あ、でも今ちょっと減ったな。おい、7分とかちょっとやね何分俺ちょっと減ったな。ああ、8。ちょっとやね。高所がすごいね一旦竹内ジクレ取るか。あれ、あ、吉野が頑張ることしてる。ああはい、あ、なんかやってたもったいな。これが全部モザイクと。これご覧ください。何ですかこれ。バトン渡せよの像ですね。なんで渡さんねん。そう、しがみついてんよバトンに。なんで渡さんねん。最高の先生がうざすぎて発表会の日にこうやったやつボイコットこんぐらいわかるんだろうな、像のことが。見えてへん像で写真で一言みたいなのやってた。ゾウの時むちゃくちゃ粗めのモザイクにしてもらおう。むちゃくちゃのゾウのモザイク粗めにしたら、うん、俺らがその滑る可能性が完全ゼロになる。うわ明るい、昼やん。昼ぐらい明るい。お前昼知らん、お前昼知らん、こいつ昼知らん。やめろよ昼知らんやつの顔見せろや。やめろよ、昼見たことあんのがそんなに偉いのかよ。ほんまにないんや。あ、これ右です。え、もう間もなくマック。間もなく、間もなくかい。え、マクドナルドってこと。おおっと、全然答えわからんぞ。あんがすぐやな。うわ、ミスド食いたかった。食いたかったの時間じゃないよ。食いたかった。あ、ミスド間に合わんか。これ秋葉じゃないよ。もうすぐやね。あっこ左行ったらもう。さあ皆さん、お待ちかねのマックです。どこにも街でもあるから。マック自体はほんまに開いてんやろな。確かに、なんか開いてるわけないぐらい。怖い。いや開いてるっしょ。いや振りみたいになってるって。さすがに。おい、閉まってる振りすんな。ここ左やね。おお。え？いや、いけるいける。いける？これ俺開いてなかったらマジで。裸で逆立ちして帰ってるわ。開いてなさそう。なさそう。あ、セイヤーまだ開いてんや。マックテイクアウトしてセイヤー食って帰ろう。気持ち悪い。あ、お、使ってる。ちょっと一応あの取材していいか。お、ええわ。いや、つかめよ。マック。よし、一応待っとくか、ここで。え？
おい、やってるやん。うわ、嘘やろ、NG です。嘘やろ、おい、NG です。おい、どうなってんだよこれ。最悪や。なんで開いてないよ。取材 NG でした。開いてないよ。取材 NG でした。おいよ、開いてないよ。2,30 分歩いたよ。食べたかった。くしくも隣にファミリーマート、コンビニがありますので、コンビニで燃えてマジで。燃えて、限りなくマックに近いものを。わあ、だるい。バットだぜ。で、ラーメン食って帰ろうや。これ買って家まで帰るってこと、うん、そうね。荷物も嫌だし、ね、確かに。だから、いやだから家の近くのコンビニ。やば。あ、なるほどな。買えばいいでしょ。ああ、確かに。でコンビニ行くって言っても、俺ちょっとセブン以外はちょっとな。そうね。うん、そう、俺らといえばセブンやから。え、ただ散歩しただけよ。すごい素敵な回になっちゃったよ。言葉触りが。ああ。買ったのか。さあ、やっちゃいますか。See、俺たちはいつでも二人で一つ。お前カメラ持ってないの。お前今日まだカメラ持ってないの。はしゃぐなよ。そうです。な。50分かかるよ。50分かかるよ。どうするマジで。ラーメン食って帰る。ラーメン食って帰る。あり。せっかくね、俺ら罰はやったんで、うん、その分のその罪やんないと。そうね。いいんですか。あり、全然あり。ラーメン開いてる。聞いてくれへん。あと電子で。てかお金ある？そもそも。そう、電子マネー使えるかどうか。そう、電子マネーしかないね、俺3人とも。めっちゃ空いててスイカ使える。え、いけるやんじゃん。いけまくりやん。ラーメン食って帰る。はい、みんなでラーメン食べます。何この動画。次のカットでは満腹の3人。もともと腹8分目のやつらが。ちょっと歩いてラーメン食って。嬉しい、まくり嬉しい。全然嬉しい。これでよかったら初めから。いやどうでした。いやね、ラーメン食いました。板橋から大山まで30分歩いて、はい、ラーメン食って帰ります。これ一応動画のタイトルなんやったっけ。夜マックをしよう。タイトル詐欺や。タイトル詐欺やね。ちょっと炎上するかも。まあ、詐欺られたかわからないけど、こっちも被害者ですからね。確かにその怒んないでほしいです、うん、全員被害者なんで。はい、お腹いっぱいだよみたいなさ、うん、言ってると思えないぐらい全員食べてたな。なんか入居したてみたいで楽しいねってね。そんな話もしつつ、せっけんトイレ行ってくるから繋いでてくれる。お腹痛い。見てきていい。こんなにやってない商店街あんまり来ることないの、ね、夜、うん、気持ちいいね。ベロベロに酔ってないといないもんな。あれあれあれ、あ、二人どこ行った。主人公もいる。トイレに。あ、どこ行くね。あ、俺らトイレに行った間に皿割らない。あ、あっち入ったはずなのに。あそこに何度入ってもそこから出てきた。これかっこいい、めっちゃ。めっちゃかっこいいなこれ。絵になるわ。もやさまスタイル。前から。大丈夫。前から映そう。これいいね。カメラブレとんがな。しっかり持てよ。こ。ああ、いや結構いい感じですね。ここがオンとオフが。すごいな。しんどいわ。これいいわ。なんでなんでなんで。走らすんだよ俺。走らすんだよ。いや結構いい街並みですね。ないってこと。いかに嫌な感じするかやろうか。モザイクやけど。わからんって。せっかくいい景色なのに。モザイクしてるから。わからんね。そう、見えてたとしてもわかんないことしてたわ。いいね。そうか、やることないな。はい、マックとかももうその買ったりしてないんで、言うことないですね。あ、青い、エビで渡ろう。特殊な街ブラ見てきた人だ。あ、二人が別れていった。何もない空間。じゃあまた明日な。じゃあね。また来たい。
間違えてるって。なんかいいなこの景色、普通に記録として残しときたいなこの映像。スッキリないし、もうあれやるか。うん、じゃあ行きます、せーの。おお、帰ろう。横ステップだ。あざす。深夜に、マックを食べに行こうってことですね。どこがやね。いや、いや、よかった。美味しかったね。美味しかったですね。特にね、替え玉しちゃいました。替え玉って言ってる。ライスつけちゃいました。ライスって言ってる。手口が細麺で、俺の細麺で、太麺で、ラーメン、太麺、ええわ、麺の詳細。久しぶりなんか歩いて楽しかったね。ね。まあ確かに。普通に運動だもんね。どんぐらい疲れてんか知らんけど。本当に楽しい回でした。皆さんも笑っていましたし。そうなん。はい。それだけが心配。俺ら楽しかったけど。たっぷりね、たっぷり動画、6分動画ですかねこれ。カットエグ。1時間以上撮ってんのに。途中ね、もうカットになると思って10分ぐらいその編集するやつに話しかけてありました。ということで、どういうことや、あの今回から、そういえば言わせてました2人は、はい、今回の動画からですね、はい、うん、今まで僕たちあの終わりに行った場所は何回だって聞いて、はい、5回だってって言ってたんですけど、うん、そのシステム、うん、廃止します。うわー、よかった。正直手詰まりだったんですよ。もう行くとこまで行っちゃいましたね。あ、よかった、終わった終わった。いた場所はシーズン2ということになります。シーズン2、はい、あ、そうなるんや。あのもうあれはもう今後ありません。うわ、よかった。すいません。それでは、うん、板橋ハウスでした。あ、新しいのあるんかと思った。確かに。ただ、なくなっただけやった。ただ終わった。裏切ってくるね。